神奈川工科大学の加納です、えー、ここではあの車両運動性能の中の、えー、ブレーキの制動性能について、えー、説明していきます。えー、テキストの あの内容ですけれども4章5章のところで、まあ、このような内容を記載していますけれども今日は5章の制度特性制度力配分とブレーキこのところを見ていきたいと思いますこれは前回の前後方向の時の復習ですけれども 車体には3軸方向そして3軸方向の周りの、えー、ヨーイングローリングピッチング運動があるということでしたね。ここで一つあの担当セクションの連携それから共通の認識というのが大事ですよこれを一つ覚えておいてください。あのー いわゆるサスブレーキ、シャシー系の開発、製作をしている人、それからエンジン担当というふうに大体分かれて半,半編成というんですかね、役割分担でやっていると思います。で、サスペンションの担当の人から性能アップではパワーアップが必要だよと。 で一方エンジン担当の方ではパワーは十分出してんだから、えー、グリップアップをしっかりしてくれといったような要望が出てくるわけですね。でお互いそういうふうに相手に頼るだけではなくって、まあ、ここの両方をね橋渡ししているのが何か結局これドライバーが車両の性能を引き出して評価をしているということになります。 ですからこのドライバーというのは両方のことをよく理解しながら、えー、このサスブレーキ、シャシー系とエンジン、パワートレイン、えー、こちらの橋渡しをするという役割も必要になってくるわけですね、えー、ですからドライバーはあのただ運動性能を上げるだけではなくて 車のそういう車種系の原理のことそれからエンジンの性能のことよく理解しておいて、まあ、その結果車両がこんな風になってるんだよっていうのを、まあ、両方の担当に伝えるということが必要でそれがうまくなると、まあ、車がどん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 熟成されて性能が上がっていくということになると。 制度特性を考えるときにも、まずはレギュレーションをきちんと把握しておくこと、えー、設計コンセプト、実施条件を、まあ、きちんと把握しておくこと、えー、そういうことが大事ですね。この力を出すのは何かと言ったら、まずタイヤでした。でタイヤのその力というのは、えー、単純にトルクがあの半径で,、えーで 接線力に変わるというだけではなくて、実際には、えー、タイヤの接地面、えー、ここで路面との、まあ、スリップによって、えー、力が発生する。でそのスリップ率が上がっていくと、まあ、どん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 力が出ていくんですけれどもお、まあ、最大摩擦のところで、えー、もう飽和してしまう。 でそれからスリップ率が上がっていくとどん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 下がっていく。まあ、こんな特性を持っています。で、まあ、このスリップ率、下の式に書いてあるように定義されるわけですけれども、まあ、これでわかるように、まあ、スリップ率っていうのは、タイヤの回転オメガが0になったときには1になる。要するにタイヤがロックした状態で車が移動している。えこのときにはスリップ率が1。 逆に、えー、の場合これは今度0になってくる、えー。車速と要するに、えー、タイヤの半径かける角速度すなわち接線の収速度これが一致していた時には0すなわち全くスリップしていない状態には0ということで0から1の間を取るわけですね。で、まあ、ここのところを、まあ、あうまく使っていくと。 ということになりますで、制動力はどうやって発生させるかっていうと、まあ、このタイヤの回転に対して、まあ、ブレーキのディスク上に、えー、制動力 t、これを与えてやって、えー、それで、えー、制動力を出してるわけですね。で、じゃあその、まあ、ブレーキのーディスク上のところ、えー、ここで、えー、いわゆる キャリパーでこのディスクを挟んでそしてまあ止めよう制動力を発生するんですけどこのキャリパーを動かしている油圧というのが、えー、まあここのブレーキのマスターシリンダーで発生するわけですでじゃあこのどんな力が発生するかっていうとペダルを押すことによって出てくるですからここのまあ こっちは断面で見たものですけど、この押す力というのはこの、えー、ホイールシリンダーの径、キャリパーの径とマスターシリンダーの径、これの比率で、えー、油圧が増幅されて出てきますでこの油圧そのものを発生するのはペダルで踏むからで、えー、ここでもこの、えー、ペダルの支点そしてペダルのマスターシリンダーを押す点 これのレバー比でもって、このペダルの動力が増幅されて、そしてマスターシリンダーとシリンダーの、まあ、K の比率でさらに増幅されて、ここに力が発生するという仕組みになっているわけですね。で、まあ、それをそれぞれの K 直径、そういうもので、えー、見てみると、まあ こういう式で簡単に表現することができます。で車ブレーキをかけたら、まあ、車体どんなふうになるかということですけれどもあの例えばリアがロックしてしまうと、まあ、後輪があの横力も発生しなくなって、まあ、スピンしやすくなる。で、まあ、フロントがロックすると そのままずるずるずると行くので、えー、まあ比較的安定した状態になる、えー、ということです。で,ですからまあフロントのブレーキ氷のブレーキどっちからまあロックさせていくかというのが大事かということになるんですけど一方ではフォーミュラのレギュレーションでは4輪が同時にロックしなければいけない。 とということがあるわけですねでその時にあの前回の前後力のところでもお話ししましたけど荷重移動というのが起きてくるわけですね。でそうするとブレーキをかけた時はフロントに荷重が乗っかってきてリアが抜けてくる。ということでまあ,あのリアのグリップが下がってくる。 そういうことも合わせて、えー、その前後の配分というのを考えなければいけない。で、まあ、これはあのー、原則字かけていくとね、まあ、そういう過重移動も起きてきてその結果その前後後、まあ、これ縦軸が後輪の制動力、で横軸が前輪の制動力。 でまあ、表したこの平面の中で、えー、理想的に、まあ、理想的というのは前輪のね、えー、設置荷重それから後輪の設置荷重でそれの割合荷重移動の割合によって、えー、制度力が大きくなればどん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 前輪の制度力を増やしていった方がいいわけですし少ない時には後輪の方がいい。 でそれがどう変化していくかというのを、まあ、その荷重移動のところから、えー、原則 G に応じてその割合がどうなっていくかというのをプロットしていくとこのような線が出てくるんですね。でこれのことをまあ理想性動力配分と言います。で学生フォーミュラのところでは割とまあこの放物線傾向 が大きくくなってくるわけですねでじゃあそれに対して実際のブレーキこれの配分で例えばこれ5対5とか色、えー、と割合があるんですけど例えば、えー、6対4の割合にするすなわち前輪が6で後輪が4の割合に、えー、しようとしたら、えー、それがまあ えー、例えば600の時に400ぐらい出るという,ということになるのでこの傾きっていうのは決まってくるわけですねでこれが実勢動力の、まあ、配分になってくるんですね理想制動力配分、まあ、これを超えちゃっている時にはどうなるかって言ったらまあこれリアタイヤの方がこ,こっちの後輪の方が がまあ、摩擦限界に達して、えー、6が発生するとい,ということになります。でじゃ例えば8対2というふうになると、まあえー、前輪が8で後輪が2。これずっとこう寝てきます。そうすると理想制動力よりもずっとこっちが低い状態が長く続いてくるわけですね。で まあこうなると、結局、この高い G のところ、ここのところでまあクロスする、ここをターゲットにしていることになるわけですけれども、そうすると、リソースエドリクス配分よりも下に、ここになってます。で、こっちのところがどうなるかっていうと、この逆にフロントからあの摩擦限界に達して、ロックが始まるということになるんですね。 ですからどこを狙いにするかということで、まあ、フロントがロックしやすい状態になったりリアがロックしやすい状態になったりというのが起きてきます。ですからこれどの辺を狙うかっていうことになってきてこういうふうに放物線に近いところですと高い地を狙っておくと、まあ、フロントロックっていうのが早めに起こることになります。 で四輪ロックするためにはもうこういうところしかなくなってく、えー、るわけですね。低い字の時にはなるべく後輪にも、えー、制度力を増やしておいてやってで高くなっていったら前輪の方にも増やしてってやるというふうにして、えー、この実制度力配分をこう変えてやりたい。でこういう時にはあのプレッシャーコントロール。 えー、プロポーショナルバルブというのを利用するとお、圧力、これを、ま、の逃がしてやって、それで、えー、配分するということもできます。このことを頭に入れておいて、イ、えー、輪ロックスさせるためにはどうしたらいいかということをよく考えて、えー、設計していく。 よううにしましまょう、えー、ブレーキ設計とチューニングの要点ですけれどもいろんなブレーキの要素こういうことを理解しておく、えー、ということこれが第一ですねで最後のチューニングではね結局このッパッドのところの材質とかタイヤの前後の空気圧、えー、それからまあ過渡的なものでショックアブソーバーの チューニングなんかでも微調整ができます、ね。ということでなんとか四輪ロックさせるっていうのも、まあ、最後の手段としてはこの辺の空気圧とかいうものでも調整してやることができますのでこの理屈ということをよく頭の中に入れて設計していくようにしましょう。